スパイバットサーチデストロイは、イギリスのセーフルネットワーキングリミテッドが開発した、マイクロソフトウィンドウズ95から10までに対応するアンチスパイソフトウェア。スパイバット S&D やスパイバットと略されることが多いが、スパイバットは本ソフトウェアが排除しようとする対象のプログラムのことであるため、この略し方は間違いである。名前の通り、スパイバット類を相当。 除去することを主目的としたソフトウェアである。サーチデストロイの号は、ベトナム戦争で米国側が、ベトコンに対して行った、策的、相当の方法に由来する。ウェブサイトでは、無料ソフトとして紹介されることが多いが、正確には、個人かつ、飛翔用用途の場合のみ、ドネージョンウェアとして使用できる。同系統のソフトでは、アドアウェアと並び高い普及率を誇る。 商用用途、企業、団体、組織用途では、有料となり、日本では、キャノン IT ソリューションズが販売しているものを使う、必要がある。個人で購入することも可能。購入者はキャノンからのサポートを受けることができる。有料版と無料版には、性能、機能的な差はないが、キャノンの有料版は、言語設定が日本語のみであるのに対し、 無料版は日本語を含む48の言語に対応している。ドイツ語版や英語版以外の言語ファイルは個人がボランティアで翻訳したものである。定義ファイルに含まれる有効サンプル数は310万を超える。以前はスキャンスピードが遅いとの批判の声もあったが、バージョン1.6にてスキャンシステムが改善され、スキャンするスピードが若干速くなった。 下記の免疫機能によってインターネットエクスプローラー8の起動が遅くなることが公式 HP 上で報告されているが、マイクロソフトから対応する修正パッチがリリースされている。ありがとうございます。